はい、こんにちは、杉淳です。今回ですね、ファネルをクローンを作るということでやっていきたいと思います。ファネルステップのクローンではなくてですね、全体のクローンということですね。要するにこの1ファネルステップではなくて、このすべてのね、この1ファネルとしてね、この1ファネルというのはここにあるのはオプトインオーダー OTO1 とかね、この全部のね、ことを指しますが、このファネルを、これをファネルとね、いうふうに言いますけども、この1ファネルをすべてを、クローンするという方法についてね、お話をしたいと思います。まあ、これをやることでですね、例えば前に作ったファネルを維持しながらね、維持しながら別に似たようなね、ファネルというかですね、まあ、違う、もうちょっとね、デザインを変えて動かしていきたいなという場合に、クローンを作ってね、そちらを調整するということができますので、まあ、ファネルをクローン作るというのはね、非常にまあいいと思います。まあ、ぜひね、やっていくとね、楽になりますけども、まずですね、やり方としてですね、この青い帯のね、セッティングスをクリックしてください。こちらですね。はい。で、このセッティングスをクリックしていただいて、ここのですね、セッティングスの中の、ここの、ね、上のとこにですね、クローンファネルとありますね。ここにクローンファネルあります。で、ここをクリックします。で、このクローンファネルをクリックすると、これ今ね、クローンは今、作ってますね。このように作っています。で、この 100% になってね、いくと、これがね、できますということでね。はい、ということでね、今ね、クローンが完了しました。そしたらね、このビューファネルを押してください。そうすると、実際のクローンのファネルを見ることができます。まあ、見てもね、全く同じです。で、クローンの場合はね、コピー呼ぶってね、書いてあります。先ほどチュートリアル要点確か書いてあったと思いますけど、コピー呼ぶになってます。まあ、セッティングスを見れば分かると思いますけど、クローンで作ったものをね、このコピー呼ぶとね、書いてありますので、名前がですね。ので、まあ、これをね、見てくれれば分かると思います。まあ、中身は全く同じです。中身は全く同じになってます。ただし、プロダクトは入ってないですから、それだけ、ね、注意してください。例えば、このオーダーのところでプロダクトをもし入れてあったとしてもですね、プロダクトを見ていただくと、プロダクトはね、入ってません。これはクローンにした場合に、当然プロダクトまでクローンされることはないですので、そこはね、注意をしておいてください。はい、なので、もう一回ね、プロダクト同じのでやりたい場合でもね、再度入力し直す必要がね、もちろんありますので、そこだけ注意をしておいてください。はい、ということで今回ですね、ファネルを、1ファネルをね、1ファネルをクローンするという方法についてお話をしていきました。まあ、効率をね、作業効率を上げるためにね、まあ、やっていくことはね、非常に重要だと思いますので、ぜひね、こういった、やり方もやってみてください。はい、ということで、今回は、パネル全体をクローンするやり方についてお話をしていきました。また別のチュートリアル動画の中でお会いしましょう。それでは。